こんにちは。飛び出せ動物の森デザインリーダーの高橋です。このコーナーでは新しく登場する家具のリメイクについてゲームをプレイしながらご紹介したいと思います。今作では家具の柄や色を自分好みにリメイクすることができます。それができるのはこの R パーカーズです。それでは入ってみます。こちらがリサさんです。でここのエリアは、リサイクルができるんですけれども、自分で家具の値段をつけてここに売りに出したりすることができます。で奥にいるのが海蔵くんです。話しかけます。今回は、ソファーをリメイクしてもらおうと思います。よいしょ。木目の色は、ダークブラウンにします。布地は、海蔵くんのおすすめでいこうと思いますが、いろいろあるんですけれどもスクエアにしようと思います。はい、お願いします。30分ぐらいで出来上がります。で実際にリメイクしてもらう家具がこちらなんですけれども、この手すりとか土台の部分の木材がダークブラウンになって、この実際に座るところ背もたれ部分の布地がスクエアという柄に変わるというリメイクになります。じゃあ30分時間を潰してきます。はい、では、30分経ちましたので、店に戻ってみたいと思います。だいぶ見た目がすっきり変わりまして、こんな家具にリメイクされました。だいぶシックな感じになりましたね。家具の色を変えるだけで、こんなにも雰囲気を変えることができます。さらに、マイデザインを使って色だけでなく自分の好きな絵柄にすることでオリジナルの家具を作ることもできます。それでは実際に、作ってみたいと思います。不動産屋のタヌキチの顔を描こうと思います。まずはざっくりとタヌキチの顔のラインを描いていこうと思います。本当にざっくりと、後で細かいところは整えていくのでざっくりと描いていきます。塗りつぶしでも描くことができます。あとペンの太さだったりもいろいろ変えれます。でちょっとタヌキチにしては色が暗いんで色を変えようと思うんですけれども、今回は固定のパレットではなくてそれぞれの色を、変えることができます。このボタンを押すと、色が選べるんですけれども、これでタヌキチこれぐらいかなと。はい、で自由にパレットの構成を決めることができるので、より幅広く描けるかなと思います。ざっくりと描きます。大きくしながら描いた方が描きやすい時もあります。大体こんなもんで、だんだんとタヌキチっぽくなってきました。あとは口の先っぽを、はい、でこれで大体全体的に見えたので、ここからちょっと細かく形を整えます。と左右同じような形で整えていきます。マス目の数をこう数えていくと、整えやすいと思います。ちょっと地道な作業なんですけど、間に色を入れていくと少し滑らかになっていきます。目がちょっと細いので、ちょっと太めに
はい、大体こんな感じで完成としたいと思います。じゃあこのデザインの柄を、家具に使ってみようと思います。できてるでしょうか。あ、バッチリできてます。この座る布地の部分がバッチリタヌキチの顔になりました。だいぶファンシーな感じに出来上がりました。じゃあ持って帰って家に飾ろうと思います。出来上がりまして配置もできました。実は他の家具も全てタヌキチにしてあります。で、壁紙にもマイデザインを利用することができますので、統一感を持った部屋っていうのもマイデザインを使うことで作ることができます。マイデザインは、QR コードにすることで、他の人にも配ったりすることができます。このように、マイデザインでいろんな家具にすることができますので、皆さん、いろんな家具を作って、家具のレイアウト楽しんでください。